おめえが死ぬってロジャー。ああ、もう長くはねえ。ラフテルへの生き方でも教えようか、白ひげ。聞いてもいかねえ。興味ねえからな。近頃政府の奴らが俺を何と呼んでるか知ってるか？ゴールドロジャーだ。なんだ、それがおめえの本当の名前か？違う違う、俺はゴールディロジャーだ。時々会うな、D を名に持つ奴ら。うちにも一人 T チってのがいる。ああ、 D ってのは何なんだ？ああ、知りてえか。よし、教えてやろう。はるか昔の話だが、うん、玉切れだ。おい、代わりの銃を。その必要はねえ。白ひげにも意識はねえ。指一本で突っつきゃ倒れちまうだろうよ。おめえじゃねえんだ。で、まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負って、この世界に戦いを挑む者が現れる。戦国